ですね、私の考えた、はい、ドジなイントロ、はい、はい、テーマはドジです。はい、皆様、おはようございます、またこんばんは、こんにちは、シロです。ですね、まあなんていうんですかね、まあ2年前ぐらいの遡る話になるんですけども、私まあ今でも変わらずクズなんですけども、本当にクズの極みの時期がございましてね、はい。で、その時に、なんていうんですか、もう暇すぎて、はい、漫画描いてたんですね。はい。どういう漫画かっていうと、もうクズ漫画です。クズ、もう人脈漫画。私のすべて実は、のクズ漫画を、描いて、で、まあ、過ごしてたわけですけども、まあ、それ出来上がって、周りに見せたところ、結構好評でしてね、その時、あ、面白いと。はい、結構言ってもらって、はい、やっぱり、猿もおだてりゃなんちゃら、で、なんていうんですかね、嬉しくなって、何編か書いたんですね。それを、まあ、今回、白チャンネルで、まあ、せっかくなんで、載せちゃおうかなと思って、まあ、今回、ちょっと企画しましたので、はい、まあ、何向け、誰向け、どの層向けって言ったら、もう、クズ向けですね。はい、すべてのクズども向けの漫画。本当に自堕落。はい。もう無意に過ごす。はい。クズ野郎を絵に描いたような。はい。まあ、その名の通り。はい。ような漫画となっておりますので、暇な時は、はい。興味がある方は、見てやってつかさい。では、まあ、R24 というタイトルなんですけども、まあ結構どぎつい。どぎついつが、まあ、はい。ちょっと、はい。ふざけた漫画となっておりますので、ぜひ、暇な方は見てやってつかさい。失礼します。Thank you.